ティメル病院で発生した暴動は未知のウイルスに感染した病人によるものであると判明。暴動はウイルス抗体研究に失敗し撤退の準備を。政府は避難を一時的な措置だと強調しており、住民が力を合わせこの危機を乗り越えるよう望んでいます。難民は帝国に投降せよ。そうすれば帝国の保護を受けられる。現在位置は西の貿易ポイント。連絡を取り合って共に生き残るんだ。
ラザルフ、お前を連れて帰る。